や、ここまで行ってあのダメだった時の、ああそういうことね、戻るの辛い。なんで今だけ冷静なの。なんで今になって冷静なの。まあまあまあそうだけどさ、鍵が開いてない。鍵が嫌だ。もういや、投げクソ、投げクソじゃない、投げやりになってる。いや走んない走んない。あ、この檻の中にあるんだ。ウィンガーディアムレビオーサ。あ、ちゃんと押さえてる、押さえてる。いや、でも高いところから落としたらまずいよってやつでしょ。うわ死ぬ、兄者死ぬ、やばいやばいやばい、鍵は取った、やばいやばいやばい。あ、あれあれ、え、嘘でしょ。え、嘘でしょ、なんで寝てんの、まあ、もう。え、よし勝てばいいんで。マジであいつバカだな。そういうこと言わないの。なんかいた気がしたけど、まあ寝るかみたいな。めっちゃトロロの顔の鍵だったら。オッケーオッケー、やったー。え、いるじゃん。早かった。お、あれ、もはや見ないで倒した。いた、いや、あれ倒したね。コントロールやば。あ、来た、ピンポイントコントロール。あー、この時のためにコントロール力を保っといたんだね。そうそうそう、来ない、いいんじゃね、いいんじゃね、いいんじゃね。落とされたトロールもかわいそう。うちょ、うわぁまずいよ、逃げて逃げて。来る、来ない、来ない、くじに足。あ、あ、ええー、ええー、って言っちゃった。ほいほい。こっち追ってこないんだね。向こうだけだ。あ、来た。おい。やったー。よし。ここにあるやんけ。あ、あ、わかったわかった。何？てて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 、グリーン。え、え、どっちがいたこれ？左左。左。うん、そっちそっち、右右右、うん、それ、ホタルの部屋、ホタルの部屋。あ、そっか、ホタルの光。え、これが、何これ、ホタル、うんうん知ってる知ってる。これ、デンボデンボ、これカイズマプリンじゃ、プリンをご所望じゃ。こんなに早く戻るとは思わなかった。ホタルをよこしたまえ。お前は、あ、ちなみにあのスネープって30歳くらいなんだぜ、賢者の石で。マジで、うん、え、若いじゃん。え、ホタ、でも演じた時のあの俳優さんは50歳くらいだ。闇の魔術の防衛術の授業は間もなく始まる。うん、遅刻だな。わざとだろね。あ、でも大丈夫、クレル、あの黒幕だから。最初は優しいから。臆病なクレルだと思ったかにゃ。デンボ。間違えた。確かここだったな。お邪魔しまー。あれ？ここだよ。合ってる？合ってるよ。これがもう。まだこの台にどうやって登るのかわからっ。例のあの人が学校に来たって噂を聞いたわ。ヴォルデモートのことよ。言ってる。あの人の名前を言っちゃった。何も悪いことが起きませんように。この人ってあれ？バカじゃないの？あ、言っちゃった。あの、ねえ、双子？あの、あー、いたね。うんうん。最初踊りに誘ったけど。はい、ハリーのやつ。ね。ね、踊りに誘ったのに。防衛術ってこちらかな？こっちか、これだ。あ、いけるいける。大丈夫、クレル臆病だよ。イグアナしか飼ってないから。イグアナしか飼ってない。あれ、何これ、何したらいいの。あ、乗るんだ。ああ、これ遅刻だな。いや、いけるいけるいける。あれ、これちょっと
ここに来たら開いてくれ。あ、なるほどね。あ、時間制限あんの。おお。いや、上。じゃあ上。いや、多分これで待っといた方がいい。乗ってればここ来るんだ。多分一周したら来るんじゃないか。うん。めっちゃすいません。よいしょ。来た。見たか。あれ、壊したのに。壊したのに、いかがですか。余裕があればね。うん。あれ今俺と同じこと考えた。殺してるから。ないよ。これやばいな。あ、お、来た。あ、間に合った、間に合った。間に合う。あ、来た。お、ポタ君。いや、闇の魔術の防衛術。フリーザだろ。53万だろお前。得点も53万にしてくれよ。グリフィン料理に53万点。優勝。今年優勝。インフレ起こしてる。インフレ起こしてるよ。テス。ハリー、今日は最も強力な呪文、ベイディミリアスを学ぶ。ベイディミリアスって何？聞いたことない。やばい、また来た。よくできました、うん、エクセレント。ちょっとおねえくさいんだよな。俺パーフェクトだって。お、すげえ。集中してください。難しくなります。演技なのは知ってんだよね。うん、よくできました。できました。パーフェクト。おー、すげえ。一発すげえ。兄ちゃんパーフェクトだ。俺優等生。え、また続けてください。よくできました。エクセレント。すげえ。お、すごかったな。ブンブンブン。一人ずつ部屋に入って、すげえ見せ方です。呪文をレレレで練習してください。ちょっと例が行こうかな。クリフィンドールに53万点期待してるよ。クリフィンドール先生。ハリー、いや闇の魔術に対して自分の身を守れるか。ちゃんとこっち見て話してくださいよ先生。まず、いや闇に向かってベイディミリアスの呪文を唱えてください。ベイディミリアスの呪文が光を放ち、小道を照らしながら、いや闇を追いやる様子を観察しましょう。おう、急いで小道を進みなさい。呪文が闇を追いやれるのはわずかな時間だけです。幸運を祈ります。コケココ。とりあえず何かすればいいんだよね。うん、ベイディミリアス。何それ、わかんない。あ、これでさっきのとこはあれだね、女学生がいた。素晴らしい。グリフィンドールに53万点あげましょう。はい、優勝。はい、今年優勝。はい、おめでとう。え、スリサリン何点？あ、53点。あれ ?1 万分の1。グリフィンドールの1万分の1。これ戻ってきちゃった。いいんじゃない？ファッチ。へえ。で、ここで何かしてくればいいんだね。うん。ハリー、ずっと待ってたのよ。あ、もう帰っていいの？ダンブルドア先生が言ってたでしょ。生徒は城の上の方には絶対行っちゃいけないって。そんなこと言ってた。きっとそこに盗まれたものがあるのよ。あれ？結構促してない？それ。ね。死ぬよりも退学するのが嫌だって言ってたやつ。ね。なのに。催促されてる。でもこれハリーに頼めば私は退学しなくていいってことじゃないかしら？計画通りね。グリフィンドール生はどうせ仲間意識が高いからさ。もしかしてそれでここ行けるんじゃないか。ね。ベイデメルス。あれ？いなくなってる。俺行ってみよう。あ、ある。あるあるある。あるじゃん。あるある探検隊。はい。あるある探検隊。古い。はい。ベイデメルス。え？何のタイミングで出てた？近づいたら。あ、近づいたら出た。これ、そう。これ行ける？そうだね。
兄ちゃん面白いな。なんか顔感情をちゃんとあの顔に出してるところがね。うん、いけ、間に合う。間に合った。声にも出た。ついに声にも。上に行く？ミミクスあるよ。あ、向こうにもある。まあいいや、行こうぜ。あれ？城の外には行っちゃいけないのよ。上じゃなかったっけ？ブエ。何その人？何その感情？ブエ。新しいな。何ここ？ここ何？誰かが闇の魔術の呪文を唱えているのです、ポッター君。全く奇妙な話です。多分クレルです。クレルだね。地下牢の出口は恐ろしい呪いによって封じられています。首呪いは4種類あり、扉を開く前にそれぞれの呪いを解かなければなりません。4つやると、なんということだ。めっちゃ笑われてるよ。あれ、余量が少なくなってるって。そんなたくさん録画してるからめっちゃ笑われてる。いたいたいた。あいでいでいで。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。死んじゃう死んじゃう死んじゃう。じゃあここで終わりにしとく。めちゃめちゃ笑われる。じゃあこの辺で終わりにしとこうか。うん。はい、ご視聴ありがとうございました。また次回。いやいや、切り方切り方切り方。ああ、あったわ。いいところにあった。ありがとう。じゃあ兄ちゃん終わろうぜ。いいじゃんいいじゃん。いいじゃんいいじゃん。あ、いいじゃんいいじゃん。おお、さすが。そんな出し方吐き出さなくてもってことで、この辺で終わりにしましょう。オッケー。飲むのは飲んでギンギンになるのは後で。あれ、うんね、次回ね。はい、じゃあ、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回お願いします。よければチャンネル登録。